してる商材なんですよね。この前5081円まで行って、5000円で見たらみんな言って。あー。いや、だけどさ、こんなに、十何年でこんな上がるとやったら、買っとかないかなって、ね、やっぱね。上がるようになっとるよ。上がるようになっとる。だから、プラズマ逆言ったでしょ、うん、大事な。うん。きんと。だから去年。それあんな時にプラチナ買っとかないかんって話でしょ。そうそう、だから株、玉形でバカバカみんな買うけど、30万まで買うけど、いくつないけどね。上手そろそろあたりが雨が降りてますから、あれが11月仕込んで、1月高値で売った時に1000億で出てきてる。円安になってきてて。だから今、政権が変わったら、それ関係ない。こんな変わるっていうのって、関係ない。関係ないと、うん、円安要因になる。ずっと円高に来てる、ずっと持ち合ってたら来たね、70円になる。で、来てから、たまたま材料あるから出てくるからね。で、円安。それで今度金は、この前、他のやつ見に行ったのは5,745円抜いてきたら5,000いくから。今度5,000抜いてきたから5,081円まで来たからね。だから、それをもうちょっと今押して、リグレート押して、もうちょっと押すかもわからんね。で、これまた抜いてくる。6000円、7000円ぐらいやろうと思ってもね、来ちゃうし。へぇー。それも強いに持っとった。ほんで、プラチナも、8000円ぐらいでやる。そうですか。かけようか。いや、でも私、さすがに、これだけの円、これだけの強い円高なんやけんね。あ、円高になんかこう、恩恵こむるのなんかなと思ったんですよ。だから私、ドル建ての保険ばしようけんね。あ、それは、それ、うん、うん、それで。うん、それはよかった。それ、ドル建ての時はね、私が外国から、ワーゲンのやつよったね、入っとって。ドル建て。私、早向きで紹介してもらいたいけど、めんどくさいなと思ってから、相談されただけ。そういうわけで良くなるかと思って。うんうん。いや、それでね、うん、その、ほら、ただ、自分の個人のお金ね、うん、コツコツ貯めとるのが、結局、その300万くらいあったわけよ。うん、それで、これだけの強い円高ならね、うん、ドルに変えておくのはいいかなと思って、うん、今ドルに変えてます。一回みんな教えてやってもらって、温度維持もあるんだよ。こいつも通常作ってね、11月、10月、77円と8円の時に、それでやってるからね、それでやってる。それで、銀行行って、三井住友がよかろうって言ってね、ドル預の通常作ってください。あ、でもね、それやったらね、それやったらね、スミシンの、SBI ネット銀行が一番いいんですよ。だって、買うのにタダなんですから、そのキャンペーン中、2月の末までドルもらえるわけ。そうそう、タダ。ほう。うん。っていうキャンペーンで。ネット上しかないでしょ。あ、メモして。で、2月末までだよ。2月末までだったけど、でもね。まだやりよるよ。うん。これがいい。たらね、一番いいの、これ。ダメね。じゃあ、リリルギン、手数料、誰もが手数取られるんで。いや、ダメダメ、それやったら。意味ない。そこに行ってね、台湾人が一回帰ってから、50万円で行ってね。いや、だけど、それはしたらね、まさ、銀行さんも儲けさせてあげろっていう、その優しい気持ちがあるって言ったら、また別やばって。それなかったら、ね。ああ、手数料なし。うん。キャンペーンの時はね。うん。どれいくらでもいいの？うん。キャンペーンの時はね、一番安くても、一番安い時が、1ドル8,000。はあ、安いよ。業界一番安い。業界一番安い。うん、そう。びっくりした。うん。で、要は、ネット、届かれた時はネットでできないガンチャ。全部ね。で、セブンイレブンでも、郵便局でも、24時間365日、入金も出金も無料、手数料無料。おぉ。郵便局とネットで、セブン銀行。うん。どこででも。どこでもね。あ、郵便もあるわけね。そう。郵便、ネット、セブンイレブンがないとこなんかないで。うん、ないね。おぉ、注意がね。スミシンね。スミシン。で、その代わり、自分で全部、そのネット上で手続きせないかんけん、ネットが不得意な人はダメ。うん、うん。で、ID とパスワードとかが、パスワードがね、もう、まず入るためのパスワード。うん、取引するためのパスワード。とか、うん、何々パスワードっていうことで、パスワードが3つないといかんじゃん。うん、そんなのの管理がちゃんと自分でできる人なんだ。手続きすればいいわけね。そう。私前、あそこは、今、三つの人が合併してるけど、なんつうかね。合併する前の、安田政権。なんか、結構あるやん。USB か。あれ、預金しとったらね、あっきがこう、お料金するでしょ。ある程度までやったら、ただないよね。うん、薄いだらさ、股関節取られるともね、そいつらも。なるほど。アメリカのやつ入ってる。一応これは、全然。うん、で、どれいくらでもいいわけ。いや、これ。だけどね、まずは、そこに貯金しとくわけよ。
円でね。そして、円高になった時に、ガッと買うわけ。そうそうそう。だって置いとけば、でね、ガチャ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 動けば動かすほど手数料が気をかかるっちゃいけ、うん。じんとしとかないから、じんと。それで、総括でも言うと、あんまりこちょこちょこちょね、うん、デートレンズでやったの疲れてから手数料負けたからね。そうそうそう。うまくいかんから。そうそうそう。じーっともっと断ってください。そうそうそう。だけどね、もう、すごい株が安いですとかね、記録的に株安ですとか、円高ですとかいう時にスルーすればいいだけ、ポンポンとね。そう、断っときゃね。断っときゃいいと。そう。これ便利でしょ。うん。金利は付かないわけね。あ、それはそれ使うんだもん。うん。あ、じゃあ違うよ。つく。つく。ニプラ作れた時。なんか結構つくんですよ。うん、バカにならんちゃう。ハイブリッドなんとかかんとかっていうのもあります。うん、それだけ、ネットで調べてもらったら分かる。うん、だから私が勧めてあったの、この頃言ったのはね、日経三六五かな、金利のやつがあるわけ。それが制限無制限。期限なしで、半年間で配当があるわけ。これ全部倒産しんから、買っとけばいいよって。それって何歩かな、経済人なんだけどね。そういうのが面白い。前、株が7000割った時、一瞬あった時に、入って買おうと思ったけど、ちょっとも、戻したからやめたけど、あれが半年で何パーセント増えたか、一見に見えて。あれが面白いな。ただ、その後、亡くなってみたらさ、保険会社が、職員がみんなに勧めとっちゃうね。年配人みんな買ってしまう。で、これみたいに、ずっと求めない。今回みたいに上がってきたら儲け。配当が来るからね。だから、材料の厚さが出てくるからね、こうで、こう自分で見切って、どれが落ちてるか、どれが蓄えて、エネルギーを蓄えたのか、その発想を繰り返すだけやね。それをうまく見極めとったら、決まんなと思う。上位所得ではこう思ったら、ね。ほんと、あれ、分母が大きいからあれで。そうそうそう。私も分母があって、それぐらいできる。いや、それでね、うん、それで、やっぱりまずはさ、堅実な生活しようかね、ガンちゃん。うん。で、そのお金ができたら、で、だからうちのスタッフにもね、まずは貯金箱みたいなつもりで、そこに、月にね、5000円でも3000円でも1万円でもいいけ、とにかく、なんかをしたつもりでずーっと入れてってごらん。それを教えてやったのがね。何年なのかな、金が1000円ちょっとぐらいの時にね、バラガー金があるから、パウレット、アカデミーだとかね、パウレットもらって、何、5人か6人入れてあったかね、貯金会社のやつに行って、給料もらって、それも 1% いいから、10% いいから、そう、今までしてみなさい。で、専門金属コーナー金が上がるから、そうだったかな。で、両方ね、ないと思って、行ってたで、何人かやって、その実行でパウレット持ってきてあったから、その金をもらって。で、やっ何人かは、詰めてきて、ちょっとできない。まず3でもさ、昔はさ、うん、なんて言うんだろう。そうね、25年前、30年前って言ったら、これ、高金利やもんやから、みんなほら、あれでしょ？まずは貯金、普通預金貯めといて、定期に入れとったらほら、10年したら倍になるって言うんで、なんか未だに定期に入れる人がいるじゃないですか。もう。あれはね、政府の国民を騙す方法ね。なんでかって言ったら、明治以来、お金がなかったら、日本人は。それでヨーロッパに工業国になろうと思ってね、みんな資金を遊びやして、その、日本の企業じゃないけど、働いて食べるのが、一番、その、いい人で。で、みんな移民局バンって、金集めて、鉄道とかね、まあ、製鉄所とか、いろんなもの使ったの。いや、で、それで、いいよね。いや、でもいいことじゃないですか、それって。それで終わったわけ。そう、終わったと。だけど、自分たちもちゃんと、在宅せない感じだよね。それで、小泉さんが、優勢からやったと。なんでか悪いことして、国鉄でもお金返さんでしょ、うん、みんなで優勢力が立てたい、あったとかあるやん。最初のさ、明治維新のからね、ずっとやる、最初は間違ってないじゃん。だんだんそれにこれ、こう、既得権っていうか、それができておけ、そこは壊そうってしようわけやけん。まず、それでそうそうそう。そんなこと、そんなこと。国鉄もそうでしょ、うん、だけ日本も、ちょっとさ、中学とか高校の社会の時間に、そういう在宅のことも勉強、ファイナンスされたことを勉強させないからですよね。だからね、明治の時はそういう人はね、うん、もう、いずれにやった。うん。貧困の時、あと貧困の時で言ったら、とんでもない。それで、ね、あれ、何年なんかな、7、8年前、三井物産が、そこもね、1000億円の資産発行で資金作って、それらが日本におらんから、それを300人が募集して、それを養成して募集してて。イギリスのファンド会社も300人ぐらい募集しとったね。それとするとおらんだ。なんでか銀行でもそういう人はもう、とんでもない信用ない人ばっかりやから。それをバッとしとった。で今はもうそういう話で全部やられたでしょ。リーマンショックの時にやられたでしょ。日本の会社。だからそれをしちゃダメなの。
仕切らないカウントよ。仕切らないカウント、やっぱり。どんなんかする場合は自分で指揮を持って。そうそうそう。一曲ね、まあどんなかだけど誰かさん任せちゃダメなん。やっぱ自分でせないから。自分でこう、聞いてる。で、リーマンショックの時にね、誰かさん任せたが、慶応大学、早稲田、青春で年後四五百全部パンだったね。で、年金を運用するとかね。GIA と2000億が去年集めとるわけ。これも2000億集めて、何も投資してない。自分で食っとるわけ。給料です。うん、2000億やからさ、寺はね、何百も残ったりね、とんでもない。で、年金、グリーン、年金が出た、グリーン、なんか、グリーンパックなんか、あれも2000億あるんでしょ、うん、だからみんな、建設の子多いじゃないですか。まあ、うん、あれとかあいつらどうぞとか、うん、あいつらこうなるとかね、あいつらそうやけど、みんな来るもん。あいつらがね、私が言ってるから、あいつの人が言ってるから、じゃあさ、やっぱりさ、まあ、わからんけど、アメリカは今、昔々は、ね、奴隷やった人、ね。何代か前は、奴隷で連れてこられた人。まあ黒人ってみんなそうと思うんだけど、ね。ただ、この人たちが、もう、大統領になり、ね。今回も、ヒスパニック系とかなんかのね。そういう、ね。こういう人たちが、もう要するに、この人に投票したら、国が変わるかもしれんって。で、視聴者やね。あれもいい改革ではあるけど、さあどうなっていくのかなと思いながらね。なかなかね。裏でお金出してってことで。ねえ。そうでしょ。だからこれ言ったって、選挙を取るためにはね、みんな支援基盤があるわけ。安倍さんにしても、この山口現地にしてもね、みんな原発館作りますよ。でもさ、ほら、私思うけど、ほら、日本って、長寿国なわけじゃないですか。なのにみんながなんか、ほら、不安があってね。そうそうそう。これどうしたらいいと、なんかもうちょっとなんかさ、だって。安心感ね。ね、安心感。だってさ、こんなにこう、まあ、だんだんちょっと、違ってはきたと言えどもですよ。これだけ治安が良くって、物質的に豊かで、うん、ね、何時って言ったら何時にちゃんと電車が来て、うんぬんって。こんないい国ないのに、なんでみんながなんで。だからね。うん。ほんと不思議があるわけ。うん。不思議な人でしょ？そう。時間だよね。うん、うん。そう。だけどもっとさ、なんか、この国がさ、本当はいいんだっていうので、もっとみんななんでこう思うとこう、活気使うとかなって思う。なんかアメリカと、ね、グローバル化するとかあんまり言ってるから、だから、あれ絶対いいとは限らんわけね。終身雇用ってみんな、農民族やけどね、農耕民族や。終身雇用と言ったら、ね、安心になる。で、一生懸命やる。家庭を顧みず、会社のためとか、国のため一生懸命ね、安心になってみて明るいやつ。生活できる。こんなグローバル化でアメリカが合理化とかそういうのなんでしょ。電話一つですよ。電話入れたら、昔だったら電話って間で同じ出たで。今何番をして何番何番って言うでしょ。それでも使われてる。預金したら、あなた、預金料したもんだけ、通帳維持料取られるね。バカなことない。だからアメリカのやつされてるから合理化がいいとは限らないよね。アメリカの方は、なんていうかね、怖いわけよ。日本が近づけてるからね。リーマンショックの前に、その前にね、世界銀行のバンクがあるわけ、うん。で、1番かバブルの時は、1番か10番、みんな日本銀行やった。で、なんで、日本がこんなに強いんだって。で、アメリカ、まあ、パールハーバーでしたけど、徹底で調べたら、要するに、福見さん人。アメリカ人とはヨーロッパ人では福見さんでわからないわ。しばしば黒で。それで、これを作りたばえた、箱にたばえて、それやってると、福見さんで。それを徹底的に解明したら、そういうのが出てたもんだから、自己批判率を導入して、同じ土俵で、ルールでやろうというふうになってる。で、自己批判率を作られて、あと会社、なんかの方で、なんかあれ、自己承認と、もう一つ、会社は取り戻して、銀行は取り戻して、同じ差がはめてる。それで、バッとやってる。ほんで、今の、利益率とか内容はみんな、欧米系とかね、あれやってる。欧米系とか、アメリカの企業の、あとはさ、日本の国債は、外国が買ってるんじゃなくて、日本の中が買ってるから、まだ安心なんだっていう言い方がおする人おるけど、それはどうして？それはなんでかって言ったら、財務省が強いから。だから多くの人を買いたいのがアメリカの圧力で。それで、この前ね、7、8年前、一回、見たつやと。見たつや、今まで黙っとってもね、俺が、ここは、お役人さんやから、銀行だって、三井とかする大手の貯金が通ったで。で、一回だけやと。辻が気分で、びっくりしたね、私。俺とも、ずっとその時に大倉社長が、ずっと電話で呼びつけて、全部買って。それから新事件を作ったわけ。で、国債を買うには、大銀行と、都市銀行と、県会社と、なんとか、そこからしか買えない。今ね、あとね、すごく若い人が、就職したがるところっていうのが、
ずらーっとね、みんなね、保険会社ばっかり。うん、なぜ？みんな保険会社ばっかり、人気がある。保険会社お金持ってるから。びっくりするぐらいの、あれよ、保険会社ばっかり。みんな入ってる。大丈夫もなったけど、年収、あれ、2、3年前取れたもんね。今、企業年金と、あれでから、何つも入ってくんだな。うん、で、あの時、バブルの時にね、あれ、船長しようと思ったな。交際が200万円で。交際で。こんなことやってて、こう、足になってたけどね。ほんと。なんか、法律が変わったら、あれでしょ？なんか、800万まで交際費を、なんか認めるかなんか、みたいな。そしたら、あの、要するに、交際費を。なんか、世の中が潤う。飲み屋行ってすぐやん。飲み屋が潤うから、それにやってる。なるほど。なんか、自民党がさ、なんか自民党が政権取ったらさ、なんかもう、あの、ぜーってそれおいちゃん、おじいちゃんが考える考え方、そのまま来るみたいなね。マジ考えよ。だから、男性から分かりやすい政党とか思いながら。出ることがあるやん。みんな、だから、なんちゃりするけど、みんな、建設道路工事ばっかり。で、それで違う、うわーって交際費で、もう使わんとこいかんってね。そうそうそう。まあ、多分。使わないよ。まあ、水戸黄門とか映画あるよね。あれと一緒。何が落としたこの前、あれで子供とか2年ぐらい前かな。長男が結婚式やったわけ。来たのが2人ばっかり。中尾が 森吉郎。青木館長ね。鈴木宗男とかさ、奈良ひろむとかね。そういう人間ばっかり。あ、来たよ、よかった。そういう感じ。これ面白かったね。FX 新車ってやったらそこが一番いい。あ、これがね。うん。うん。うん、そうする。全部自分でネットでするけん、経費も何もかけない。人が解散けん。ちょっと前から、若い人はね。どの子で、まあ、その前買っとって10年バカなんで、買うなんて何年かないで。で、1年分買おう、買ってるって言うて、やめたらいいって。どんなもんだったらね、こうなって、調子に出てきて、好きなの使うから。で、あの時こう、枝がなってきたんですけど、3倍ぐらい空振りしてきなさい、別に。で、海でから何百万も儲かってみたいね。そう、でこれ90何円いったから、あれどうなったかなと思って見たら、85円ぐらいでもうその時取ってもね、90円いってお前やった。じーっと一番、自分ってあれから、利益をじーっと顔を確保してから乗ってるわけねえんだよ。タイムがきつい。数字聞いたらもう、9万円とでしょ。まさに9万円と思われたんだけどね。いや、だけど、そんなに言うけど、そのほら、政策はだって、あの、何あの、120円まで持っていきたいとか、105円まで持っていきたいって言おっしゃったわけや。あ、実際そうなったって話であってね。うん。僕は。まあでも私ね、80円切っとうってことは相当、こんなにね、こんな、でも、どうかしたらね、65円ぐらいまでなるなんて言う人もおったけど、どうなるかなと思ったけど、でも、100円切って、90円切って、80円切って、78円はね。なんで、乗り越えしてるって言ったかね。ちょっと言ったら、パクリ2本ぐらい来てましたよ。住友の、ね、ほんで、普通に書いたら分からんから、乗り越えしてみなさい、全部って。言ったっけ。なんでかって言ったらね、そこまで行ったら支援は返るんすわ。うんうんうん。だから絶対ならない。77円でね、あれ何ちゃんがポンポンポンやりよったから、だから絶対そこまで60円、70円切れて行くことはあんまりない。で、その時に。あっても20円で増えんでしょ、うん、それでね、ね結局円、これだけの円高の恩恵を被るにはどうしたらいいかなと思った時に、あ、どれだけの恩恵しようと。イェーイ。それいや、とりあえずね、なんかね、ただ預金に入れとくだけっていうのはダメだけど、でも、なんか何を買っていいかわからなかったけど、で、それでそんな人じゃん。それ素晴らしい。でしょ才能がある。わかりやすい。いや、だってね、18金の査定を高くした時点でね、あのね、鹿児島のね、おじちゃんも600万円分くらい金売りに金しちゃった時に、いや、あなた目の付けどころがいいよという、止められましたもん、私。そうですか。何年前だから、寝ましょうってね。やめで、100年以上やった時計があるわけ。これ、その前に、前に積もって、2年ぐらいね、成功感だよな、有名なんでしょ。あれをこんなの持ってきたら、金とね、プラチナと。これプラチナの現物もあるから、金はね、もうとにかく入ってくるから、売ってしまった後やったけどね、プラチナどうしましょう。もう6000、1000円かな。売ったらいいと。6500円って言って、暴落してくるから、その日まで休まって買えばいいから、売ったら1000円でね。380万ぐらい、博多駅まで持って行って、儲かったって言ったね。
まだ持ってるから、現物もありますから。けどね、うちの母もね、これだけプレスが安かったらね、買った方がいいよって言って、私買ってもらったんですよ。で、上がったら、キーマンほら、別に。結局ね、申告したらね、税金いっぱい持っていかれるけど、これもね、いや、せないか。私たちの仕事はもう綺麗しとかんと、もう嫌な、ね、嫌なことされるから。何のプラスが下がったかって言ったらね、半導会社が、いや、ヨーロッパあるし、今、昔は、その時にね、ヨーロッパ経験悪いから、車売れんやろうと、足踏ん使うわけで、それで、バカバカ取ったって。だけど、これからもまたね、本当にほら、だって、もう車が連れてってくれるような車ができないですか。だから、これからどんどんシニアがね、多くなるときに、車、ね、連れてってくれる車は絶対売れますから、ほら、もう、景気良くなったら売れますよ。映画で、ジャイアンツもなったけどね、ほんと超やろ。これ、大学で1万円も得たんだけど、そのお金でね、なんか、銀を買ったり、その時もどん高に出たのね、金もね、ソ連軍がパキスタンに侵攻したときにね、それで、もしお金があったらさ、あれを、もう煙いっぱい産んだけど、プラチナの買い占めやったら本当面白い。本当ね。だから、プラチナの買い占めのやり方いろいろあるけど、最初相手のところで普通にこう行ってからバラーンかとったらね、全部引いたりしたね。本当、とりあえずね、さくらバーンって剥がしとったね。もうね。探すよりもだから、売ればいいしね。こんなに上がるんやったら、12、3年前、高度金が上がったですね、金。3、5倍になってますもんね。私全部買ったんだよ。あれやね。あの話。あれ、200万じゃないかったよね。はぁー。シェアだから、それしてあるわけ。はい。それがね、シェアでやめるときに、私に持ってくるから、資金出してくるからね、お金もちょっと私に渡るから、大体はそのように。出してやって、持ってきて見せるかって何のことなのかなと、それは知らんからね。で、私が、そう、一番印象つけたら、その意見くれって言ったら、いやー、どのこんでございます。体全体に入るから、3年待ってないってかな。で、あれ、あの時に私、あの時も作れたから、一応、金のメダルがあるって、うん。それも、ね、何十枚か買ったね。そう思うのか。いや、昔ね、やっぱこんなのの流れを知っとったら、また次の波が来た時はね、買っててこうじゃないかなって思う。あの時に専業額でね、あれは金額もね、三菱マテリア、あそこも見たら、そういう時代があるでしょ、うん、あれだけ金の一番バーッと出ててね。いらっしゃいませ。あ、わかりました。はい。また、すいません、はい。勉強になります。いつも、はい、ありがとうございます。